それではライオンズ松井和夫監督にお話を伺います監督今日もよろしくお願いしますお願いします、えー、世の中はですね今今日は、えー、しばらく平日なんですけど、ゴールデンウィーク先週末から真っ只中監督もプロ野球の世界に身を置かれて30年ほどになりますけれどもどうしてもゴールデンウィークの思い出はもうその前から含めてほとんど野球っていう感じですかそうですね野球ですね小学校三年生から始めた野球なんで そこからゴールデンウィークなんかないっすね。す <laughs> じゃあもう40年ぐらい、ぐらいね。 もう野球漬けと。もう野球漬けですね。<laughs> そうですか、はい。休みの日はもう野球漬け。<laughs> そうですか。<laughs> はい。まあそのね、えー、監督のプレー、そのチームのプレーでね、あのファンが楽しむということで、あの監督開幕してから一ヶ月が、えー、経ちました。まあチームとしては苦しい戦いが続いている現状ですけれども、この一ヶ月間の戦いというのは改めて監督どう捉えていらっしゃいますか。いやもう本当にね、開幕してスタートというのは非常にあのいいスタートを切れたと思いますし、うん、あのそうなでもあの連敗が。うんえー 続きましたけどね、うん、でも、あのー、本当に、えー、やっぱり投手力が、あのーまあ、投手が本当に、ね、粘ってくれてるんでねあの何度かこちらにチャンスがうんあったと思うし、うんまあ、その中での、えー、7連敗ですね、あそこね。うんまあ、でも、そこから本当に打撃陣のも少しずつ上向きになってきてると思うし、あのー、まだね、えー 確認者弱あるわけですからここから本当にも一試合1試合一、ね、つ一つ,つ積み重ねていきたいいなと思います、ねうん、まあ今うからホームに帰ってきて、えー、2カード5試合ということになるわけですけれども、えー、昨日の試合後、えー、脳震と特例で外れていた古賀捕手が問題なければ今日から復帰ということでそれは変わりなしということでよろしいでしょうか。はいもう今日から、えー 復帰しましてサメンで行きます。あ,あそうですか。はい、それは心強いですね。それからあのもう一方た、ヨーカ選手も球場に、はいえー、姿ありましたけれども、ヨーカオ選手も今日からというところですか。姿だけじゃなくて。<laughs> <laughs> いや今日からです。あ,あそうです。はい、よりじゃヨーカオ選手も、えー、より力強いピースとして期待というところですかね。うん、そうですね。あのお、ー、つおうとしてもね大きく期待してますし、うん、あのー。 やってきたことをそのままね出してもらえればいいと思います。はい。さあまずはあこのゴールデンウィークのホームでの二カード。まずはファイターズ戦になります。4月の上旬北海道エスコンフィールドで三試合戦いました。その時のファイターズの今シーズンの戦ってみとの印象というのはまずいかがでしたか三試合、まあ。まあ印象と言いますかね。あも,と,もと本当に、えー、こう力のあるチームだと思うし、えー、破壊力のあるチームだと思うし。まあ本当投手陣もね、えー、本当にいい投手陣だと思うので。<laughs> まあその中でねあのー、まあエス、えー、コンまあ、えー、依頼ですからね。うんまあまあそういう意味でも、えー、まずは初戦ですね。まあ、今日ですね。うん、あのー、しっかり戦っていきたいなと思います。うん、うん、やっぱりカード頭を取ればその流れに乗れるっていうねやっぱりそういう部分。 ありますね、やっぱね、カード頭っていうのはね、えー、もちろん、でもその3年生の中で考えることももちろんありますし、うん、でもまずはね、1、えーまあ、戦1戦という意味でも、まずはこのカードの頭を、えー、しっかり戦いたいなと思います。 そのカード初戦、えー、先発するのは平投手です、えー、ここまで非常に安定したピッチングを見せてくれていると思いますここまでの平投手監督からはどうご覧になってますかいやもう本当に安定してねああのー、まあ、イニングもそうですしね、えー、球数金もしっかり投げてくれてますから、うん、なかなかこう勝ちに結びつけれてないのでね、うん、だから本当にね、えー、その中で平も、えー、自分の仕事としてはねあのー、しっかりと、えー、やってくれてるんじゃないかなと思いますしなんとかね、えー 一つ勝ちをつけれるように、はい、と思ってますなるほどあの、まあ、福岡では特に昨日では一つ勝つことの難しさそして30年間プロの世界にもおいて本当に野球の怖さっていうのを、ね、改めてあの感じた、うんえー、特に昨日だったと思うんですけれども、まあ、まずはでもチームとしては徐々に徐々に特に打線の方は良くなってきている手応えもあると監督おっしゃってましたもんね。 こうね何年もこうや野球にこう携わらせていただいていてもう本当にゲームセットまでね何,が起こら何が起こるか分からないというのが野球だと思うしあの本当にゲームセットまではもちろんあの気は抜けないというのももちろんねあのそうやって毎試合取り組んでますからうんその中でねえまあまあ悔しいね3つでしたよねうんでもね、え。ー 僕たちも悔しい非常に選手たちも非常に悔しいと思うしえまたファンの皆さんもね悔しい思いもされているのでなんとかもう勝つことが一番のいですんね元気になることだと思うのでまあ僕たちもあのこうね明るくやっていきたいなと思いますけどえ今日からベルナドームゴールデンウィークの試合本当にたくさんのファン、特に少年少女ファンがねたくさん訪れると思います。そんなファンを 笑顔にししててあげいいと思いますすそうですねあの本当に多くの、えー、ファンの皆さん、えー、また、えー、こう野球少年も含めてですね、えー、小さなお子さん、えー、も含めてですね、あのー、プロ野球選手になりたいというようなね、うんまあ、そういう試合も含めまたこういう選手になりたいと思えるような、えー、試合になるためにもね、あのー、選手たちの、ねえー、一つ一つのプレーを。えー 見ながらね、あの応援していただければと思います今日もナイスゲームそして、えー、勝利を期待しておりますはい頑張りますありがとうございます、はい、松井和夫監督でした